その夜は、ジミー・ファロンが主催するテレビ番組で最も衝撃的で感動的な瞬間の一つになりました。リラックスした笑いの印象で知られているショーでは、BTS の K-POP スター、ジン・ジミー・ファロン主演の今夜のショーは、スタジオの観客からだけでなく、ファロン自身からも賞賛を招待した大きな驚きをしました。ショーは通常の方法で始まり、ジミー・ファロンは冗談に満ちた独白でセグメントを開きました。その後、 ショーの途中で、ファロンは、サプライズハグと呼ばれる特別なセグメントを行うことを発表しました。これらのセグメントは、通常、忠実なファンや地域社会の功績のある人々に驚きの包容を与える有名人を特徴としています。ファロンがこのセグメントを紹介し始めた時、スタジオの雰囲気はますます熱狂的になりました。しかし、今回のスペシャルゲストが防弾少年団の陣になるとは誰も予想していませんでした。 彼のトレードマークの笑顔と彼がいつも持っていたポジティブなエネルギーで、ジンはステージの後ろから現れ、観客全体が喜びを応援しました。しかし、次に起こったことは本当に驚くべきことでした。ファロンはその夜、ジンは彼のコミュニティにも多くの良いことをした忠実な防弾少年団ファンに驚きの抱擁を与えることを明らかにしました。問題のファンは、事前団体のために数千ドルを調達し、 困っている家族を助けてきたエミリーという名前のティーンエイジャーです。エミリーは、彼女が彼女のアイドルに会うことを知らずに、彼女が彼女の事前活動についてインタビューされるという口実の下で舞台に連れて行かれマジンがカーテンの後ろから現れてエミリーを抱きしめた時、幸せの涙が流されました。その瞬間は、エミリーの心だけでなく、驚きに非常に感動して驚いたファロンを含む、それを目撃したべての人にも触れました。 その後、ジンはエミリーの献身を称賛し、心からの励ましの言葉を与えます。私たちはあなたがしたことを非常に誇りに思っています、とジンは言いました。あなたは BTS の私たちを含む多くの人々にインスピレーションを与えています。情熱的な抱擁の瞬間の後、ファロンはジンとエミリーに座って、慈善団体の重要性と、優しさの一つの行為が多くの人々を刺激する方法についてもっと話しジンはまた、 BTS の事前活動の経験と、彼らが常に肯定的なもののために彼らの人気を使用しようとする方法について話しました。セグメントは、ジンがエミリーにすべての BTS メンバーが個人的に署名した BTS 商品パッケージの形で特別な贈り物を与えることで終わります。それだけでなく、ファロンはまた、今夜のショーがエミリーがサポートしている事前団体に金額を寄付することを発表し、 優しさを増して夜の瞬間にカジミー・ファロンの目に見えてショックを受け、触れられた反応は、その瞬間に深みを与えます。彼はジンと防弾少年団が何をしているのか、そして彼らがどれだけプラスの影響を与えているのかを称賛しました。これはこの章の歴史の中で最高の瞬間の一つです、とファロンは言いました。それは娯楽だけでなく、世界をより良い場所にすることでもあります。その夜、 ジンとファロンは観客に娯楽を提供しただけでなく、全の力とコミュニティでお互いをサポートすることがいかに重要であるかをみんなに思い出させました。このシンプルで意味のある行為を通じて、BTS と今夜のショーは、有名人が世界の肯定的な変化の代理人になることができることを再び示しました。